ああ、風よ吹け。いや、君か。こんなところで奇遇だね。いや、別に今度の舞台のセリフを練習してたわけじゃないんだ。ただ、ふと思い出して口にしただけで。これは以前の演劇発表会の時に演じたものでね。私にとって思い出の役なんだ。もちろん今まで演じてきた役は全て大切な思い出だけど、別格と言っていいほどに深い深い思い出があるんだ。もし泊まり木に腰をかける時間があるのなら聞いてくれるかい？私の思い出話を。ありがとう。君ならそう言ってくれると思ったよ。ついさっき以前演劇発表会で演じたことがあると言っただろ。実はその演劇発表会が終わった後、演劇部の部室に戻った私は運命的な出会いをすることになるんだ。心とカノンだよ。あの二人が私に会いに来てくれたんだ。心はとても強引な誘い文句で私をバンドに誘った。今まで数多のスカウトを受けてきたが、あんなストレートな物言いは初めてで、とても驚いたよ。その後、運命に導かれるままに、はぐみとミッシェルに出会ったんだ。まるで稲妻に打ち抜かれたような衝撃だった。あの日のことは、今でも鮮明に思い出せる。君にもあるかい？そんな強烈な思い出が。私は、これまでの出来事を振り返っても、あの日以上の衝撃は未だ体感できていないよ。あの日、彼女たちに出会ったことで、私の運命は大きく変わった。大げさだと思うかい？だが、本当にそう思っているんだ。運命を変える力を持っているんだよ。心は、心が私をスカウトしなければ、今の私はここにいないからね。役者として楽器を手にすることはあったとしても、私自身の自らの意思で楽器を奏でることはなかったと思うよ。今まで役者としてだけやってきた私だけれど、バンドと出会って世界が広がったんだ。具体的にと問われると難しいけれど、演劇の世界とは違う魅力がバンド活動にはある。バンドを始めたことによって今まで以上に深い演技ができるようになったと思うよ。それはやはり世界が広がったからだろう。知らないことを知ることができたり、体験できなかったことを体験できたり、そういった全ての出来事が私の演技をより輝かせる。それと同じく演劇活動も私のバンド活動を輝かせる。今の私にはバンドも演劇もかけがえのない大切な存在なんだ。少し熱く語ってしまったようだね。あの日のことを思い出すと心がどんどん熱くなってしまうんだよ。本当に心、カノン、ハグミ、ミッシェルに出会えてよかった。彼女たちに出会ってバンドを始めたからこそ君にも出会うことができた。照れている子猫ちゃんは可愛いね。そんな君の表情を見ることができるのだってバンドに加入したからだ。だがたまに考えることがある。もしあの日誰にも出会わなければ、今の私はどうだったのか。君はどう思う？そうだな、バンドはやっていなかっただろう。今までと何も変わらない生活で。ああ、いけないね。そんなことを考えていたら、なんだか恐怖に襲われてきたよ。今までの生活に不満があるわけではないけれど、バンドという大切な存在がなかったらなんて、そんなことを考えるだけで恐ろしい。きっと出会う運命だったんだ。私とバンドメンバーは運命共同体だから。そうに違いない。きっと前世からつながっていたんだ私たちは。君もそう思うだろう。だから私たちのバンドはとても楽しくて、演奏していると幸福に満たされる。あの充実感は
運命だからに違いない。そう考えると全てが運命なのだろう。あの日演劇発表会があったのも、私があの役を演じたのも、全ては運命。ということはこれからの運命も決められているのか。それはそれで楽しみのようで少し恐ろしいな。どんな運命が待っているのか今は知る術はなしか。まあどんな運命であろうと、私は私の使命を果たすだけ。世界を笑顔に、その言葉に導かれるままに笑顔を増やす。たとえ困難な運命が待ち構えていようと、私は仲間たちと共に乗り越えてみせよう。そのためにも私はもう行かなければならない。これから運命共同体の彼女たちと会議があるからね。子猫ちゃん、今日は会えて嬉しかったよ。君は今からライブハウスへ行くのかい？そうか、送っていけないのが残念だ。気をつけて行くんだよ。それじゃあね。